はい、皆さんこんにちは。前回のガレージ動画にてガレージの基礎の土台と立ち上げを紹介しましたが、今回の動画はガレージの山コンクリートを施工していきます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。基礎の外周が出来上がったので、次の工程は車が乗り入れる土間コンクリートになります。ガレージ動画1でも紹介しましたが、ワイルドな折り方に取れてしまいます。無事着陸成功しました。基礎の外周を埋め戻します。家側に土砂が当たらないようにベニヤ板を使っています。重機を使うと埋め戻しもあっという間です。隙間を埋めたら転圧器を使用して地盤を補強していきます。残りの土砂は土間部分に再利用します。もともとあった土砂を再利用することで処分費用を少し節約できました。土砂の埋め戻しが終わり、ユンボが回収されました。外周が終わったら土間部分も転圧していきます。ガレージの場合、車を止めるだけなので床からの湿気対策にビニールシートを使わなくても問題ないみたいですが、ガレージの中で作業することもあるので一応ビニールシートを施工してもらいました。部屋を作るならビニールシートは使うと良いかもしれません。というわけでビニールシートを引いてもらっています。でその後にワイヤーメッシュを置いてきます。ワイヤーメッシュはホームセンターでも買えます。夜に雨が降ってしまいビニールシートが濡れています。またワイヤーメッシュからサビが少し発生してしまいました。まあ、この辺は自然現象なので仕方ないですね。で本日の作業は特注で作ってもらった金物を取り付けします。レーザーで取り付けする高さの位置出しを行ってから積み出しをします。糸を弾くとピンクの線がコンクリートにつきます。ここが土間コンクリートの位置になります。使う材料は砂金アンカーです。積み出しした高さに合うように打ち込んでいきます。その後に金物と砂金アンカーを溶接します。スペーサーブロックでワイヤーメッシュを浮かせれば土間コンクリート前処理終了です。あとはガレージ動画2の生コンクリート投入と同じ流れになります。基礎の立ち上げと比較すると土間部分は生コンクリートを大量に使います。生コンを投入しつつ同時進行で表面を平らにしていきます。細かい調整は左官後手を使っていきます。表面が綺麗になってきました。土間部分は雨が降っても水がたまらないように勾配をつけています。いい感じに仕上がってきました。あっという間に乾いていきます。ある程度固まってきたら忍者のような靴を履いて表面を仕上げていきます。半乾きの土間コンクリートはこんな感じです。完璧に乾くまで人が入らないように紐をつけて終了です。
これでガレージの基礎が完成しました。基礎工事代金は117万円かかりました。今回の動画はここまでになります。次回の動画はガレージの土台を設置していきます。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた。